ると茶色になります。品種っぽい虹が出てきますので、葉っぱばっかりこうやって食べると緑の綺麗な虹が出てきます。さあ、このおやつなんですけれども、夕日大好物ですので、皆様と夕日仲良くなっていただきたいですので、おやつのプレゼントを今からしていただこうかなと思います。ちょっと夕日まだ食べてますので待ちます。